腐った洗濯機のその後、その後どうなったか。おかえり番の木バーン、バンディです。ムさんです。ムさんです。ルンさんです。ルンさん、昨年末我々はコストコの最強洗剤、うん、オキシクリーンという洗剤を使ってこの洗濯機を掃除するっていう動画がちょっとバズりました。そうなんですよね。一番回ったんですよね。万能家の動画の中で一番回っております。おかしいですね。はい。というわけでその洗濯機が掃除してどうなったのっていうのを皆様にお伝えしなきゃなと。この洗濯機のその後ですね。その後どうなったか、早速なんですがこちらを見ていただきましょう。いきなりですね。腐った洗濯機がその後、その後どうなったか。100万再生を超え、100万130、40とかもあったんですよね。超えて、汚かった洗濯機掃除その後どうなったか、こちらです。バーン、イエーイ、イエーイ。ハハハハハ。皆さん本当にたくさんのご視聴ありがとうございます。あのもう十何年ですか経った洗濯機をずっと使うのはどうなのと、コメントにもね、新しいの買えよ、いいの買ってあげろよっていうコメントもありましたので、たくさん再生していただいたおかげでこちらのドラム式洗濯乾燥機見事召喚することができました。召喚しました。その後というよりは買い替えましたというそういう動画でございます、はい、で買い替えたのでなんでそれにしたのとか、そういうお話をができたらなと思います。事件があったんですよね。事件もありましたね。そういうのの紹介もできたらなと思います。ちょっと切れてたんですよ。ちょっと怒ってました僕。1年ぶりに見たぐらい切れてます。はい、というわけで万の家が今回購入したのはこちら、日立のビッグドラム BDSX100CR というモデルでございます。BD はビッグドラムですね。 SX がモデルのグレードみたいな。110は多分これが11キロまで選択できるので、その11だと思います。で C はこのモデルの今 E が出てるんですよ、一番新しいのが、うん、のなんか、まあ、連番みたいな。で R は右開きの R です。ここに R って書いてないんですけど、調べると R と L が売ってます。で僕はこのビッグドラム、日立のビッグドラムを選びました。いや先ほど言ってた事件なんですけど、ドラム式の、洗濯乾燥機ってもうこれが結構標準的なサイズなんですよ。これよりちっちゃいのになると7キロとかっていうサイズがあるんですけど、モデル数も少ないし、多分これが一般的なサイズ、大きすぎない小さすぎないのサイズになると思うんですけど、ここのね、まあ防水パンがあるじゃないですか。このうち新築だったのでそんな変な防水パンじゃないんですよ。多分こういうのが置けるようにっていうことで設計してこうなってるはずで、でまあ置けるよねって僕は思ってたし、測ってね、しっかり測って置けるよねってなってて、置けるからくださいって言って、通販で、電話じゃないですけど、あのね、ネットで購入して、いざ届いた時に、運搬業者の方が、これは置けないかもしれないって言われまして、販売業者に連絡したら、開けたら返品返金できませんって言われて、怖ーと思って、開けて置けなかったら返せないんだ。でも俺は置けると思うんだけど、って言ってメーカーに電話したら、置けると思うんですけどねって、ああ、どうしようと思って、とりあえず一回帰ってもらったんですよ。もう返品でって言って。返品でって言って帰ってもらったんだけど、どうしても納得いかなくて。なんで納得いかないかっていうと、転送するのに、こう、向こうからここに送った送料と、こっから向こうに送る送料は、僕持ちになっちゃう。1万3000円と、キャンセル料と保険料がかかります。1万4000円くらいかかりますって言われて、1万4000円あったらここに置けるようになったらできるんじゃないかと思ったんですよ。家電屋さんとか行って、店員さんにも聞いて、置けるようになったんですけど。ごめんなさい、やっぱり戻してもらっていいですか。僕も責任を持って、もう、それで置けなかったら僕の責任で、まあ、返金もできなくていいんでって言って、で結局、行けました。その、ちょっとホース潰れたけど、行けました。行けるんかいって言って。で、念のためね、この、日立のね、純正の足っていうか、この、直下で排水するセット、キットを
買ったらこの足もついてきたんで、ボスも潰れないようにっていうことで、直下じゃないです。こうぐねんってやって置けました。うん、よかった。よかったね。販売店にもメーカーにも電話して。販売店の僕はだってさ、知られて置けるって言って、知られて買ってんのに置けないって言ってるのは、ここに持ってきた人だけなんだけど、その人たちは目視で確認してるから、その人が言うことが正しいと思うんですけどねって。おばちゃんに逆ギレされたの。おばちゃんに怒られたんですよ。あんまりあれ言うたんですけど。僕は置けると思ってるし、で、メーカーさんも置けるって言ってるんで、つって、これはなんかもう、僕のせいじゃないくないですかつって、悔しくて、ずっとゴニゴニ言ってたら怒られたんです。あなたが悪いです。そう、あなたが悪いですって言われて、洗濯機を買うときは、こういうこともあります。もう置けないって言われても置けることがあるっていう、置く前に話をして、親身に、置けるかな置けないかなって相談に聞いてくれる販売員さんがいるところで買った方がいいと思いますっていうことがありました。はい、こちらのドラム式洗濯機 BDSX ですね、 110C を選んだ理由なんですけども、先ほども言った通り SX110E が去年出てます。これは一昨年の秋モデルで、もう生産終了してます。店舗にある分だけ、いろいろね、やっぱあるんでね、悩んだんですよ、どれを買うか。で、最初はね、10万ぐらいだってっていう予算感でやってたら、あ、これは大したの買えないなってどんどんこう予算が上がってきました、いろいろ見てるうちに。結局これが19万弱でした。高いですね。はい、まあ、でも10年使うもんなんでね。そうだし、古いのをずっと使って、その水道代とかもそうですし、あとはこの干す時間っていうのが全くなくなるっていうのは、これはもうすごくプライスです。プライスです。家事に使う時間がなくなったことによって、できることがまた別でできるっていうのはね、素晴らしいことだと僕は思って、洗濯乾燥機で、縦型のやつとかドラム式のやつとかあるんですけど、やっぱりこっちのドラム式の方が衣類への優しさが違うみたいです。乾かした後の出来上がり具合が全然違うみたい。こっちはふわってなる。ドラム式の中でじゃあなんでこれになったのってなったら、どうやって絞ってったかっていうと、最低条件として洗剤自動投入があるっていうのを一個ポンって僕の中で設けたんですよ。そしたらもうパナソニックか日立しかなかったんですね。で、パナソニックが3年前かなんかにやり始めたのを後追いで日立がやり始めた。いろいろ調べたんだね。そう、ちょっとパナソニックの方が値段感的には高め。僕はだからそのもう自動洗剤投入がある中で一番安いの買おう、新品で一番安いの買おうってなったらここになったっていうのが、まあ一番分かりやすい説明だと思います。その他いろいろ機能はあるんですけど、例えば風アイロンって言って、風でアイロンみたいなの当ててこうシワシワじゃなくなってた最終的に仕上げてくれるとか、 AI 洗濯って言って、まあ AI でこの中の具合見て、洗濯の時間だったりとかを見てくれたりとか、そういういろんな機能があるんですけど、洗剤の自動投入が入ってるやつってなると、もう本当に20万からになってくるので、自動洗剤投入がある機種だったらどれでもすごくいいのしかないっていう風に僕の中でなったんで、その中で一番安いです。ほんと簡単、ほんと入れるだけ。この洗剤ケースは、まあ、都度入れる時用の洗剤ケースです。で、ここが自動投入の箱、ボックスですね。最近は濃縮タイプとかもあるじゃないですか。うん、そういうのにも対応している。もう超便利。だからもう今ここにこうやって置いてあるんですけど、これもういらないんですよ。これをバーって入れちゃって、残ったらこれ取っとけばいいけど、毎回こうやって測んなくてもいいし、うん、超楽ちん。はい、これが乾燥フィルターの、あ、すごい。もうすごいついてるわ。あ、これ、乾燥運転の旅にやってくださいって書いてあった。それはこうなれば3回ぐらいやったもんね。で、まあ、ここのインターフェースはすごくシンプルで、まあ、ミスることないでしょ。ここにボタンがバーって全部並んでて、これは何のボタン、何のボタンって全部書いてあるんで、老人でもわかるっていうような、そんなような作りになってますね。で、この日立のビッグドラムのネットでレビュー見てると、だいたい書いてあるのが、乾燥した後に、ここにすごくホコリが残るっていうか、
なんかつく、毛くずみたいなのがわーってつく、今もちょっと触ったらこうやってつくんですけど、うん、これはね、そうみたい。そう。ちょっと僕はもうだからそうなんだろうなと思って諦めて買ってるんで、あと右開き、左開きなんですけど、僕は右開きにしました。壁がある側が右だったら右開き、うん、こうやって開くんだったらすげえ大変だよね、こうやって入れるの。でちょっと回す、回してみましょうか。本当簡単ですよ、入れるだけ。あー、入れるだけ。はい、こんな感じで入れて、ピッてやって電源入れて、もうスタート押すだけ。これもう前と同じになってるんで、これでまあいっちゃいます。音楽がね、素敵。使ってみた感想ですが、意外とうるさい。でもそうでもないと思うけど。いや、そう、そうでもない。下でやってて上にいる分には全然気にならない。これが今洗いの音です。気になるほどじゃない。そう、あと今ちょっとあのコート入れちゃって、あのコートのあのボタンがちょっとガツガツ当たってる音はします。けどすごく静かだと思います。なんなら前の洗濯機よりは全然静かよ、ね、うん。ちなみに、乾燥の時の音はこんな感じです。はい、というわけで、まあまあまあ近くにいたら気になるけれどもっていう感じですね。まあうちみたいに戸建てだったら夜中やっても文句は来ないんじゃないかなっていうぐらい。以上です。はい、久々の万能家の大きな買い物だったんで動画にさせていただきました。はい、車以来だね。うん、はい、というわけでいかがだったでしょうか。万能家の、洗濯機その後、洗濯機その後すごいいい洗濯機になって、まあこれでね、うん、10年20年使えたらいいなと。10年使った頃にはまたオキシクリーン、オキシ付けしてね、皆さんにお届けできたらなと思います。だいぶ楽になったよね。楽になりました。これで家事の手間が一個なくなるっていう。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録をぜひしてない方いましたらお願いします。お願いします、お願いします。今日のコメントテーマは、靴下は皆さん別で洗いますか、洗いませんか、コメントしてください。それでは皆さん、いってらっしゃい。ちょっと分厚くて乾きにくいものもしっかり乾いてます。しっかり乾いてたんだ。はい、はい、ありがとう。